皆さんこんにちは。私の大好きなポーリッシュポタリーっていうこのポーランドの陶器なんですけど、ポーリッシュポタリーってまさにポーランド陶器なんですけど、これをですね結構ね高価なんです。高価っていうか、まあ一個柄にとかね、デザインによって違うんですけど、まあ何かかな、1000円台後半から2000円台後半ぐらいまでの価格があるんですけど、これオーブンもレンジも使えてすごく便利なんですよ。ですけどね、こう高いものに限ってこうやってね割れてしまったり欠けてしまったりするんですよ。で、大事な陶器っていうかマグなんですけど、これ結構コレクションしてたんですけど、まあお皿を割られ、でマグも割られ、割ってし自分で割っちゃったりで、割っちゃってでもまたもう気に入ってたからだからもう一回同じものを買ったらまた割っちゃったりとかっていうことが続くので、もうちょっと今買うのをやめてるんですけど、この割れてしまった陶器をね、せっかくなら可愛いこの多肉鉢にしたいじゃないですか。でももちろんマグなのでね、穴は開いてません。なのでここに穴を開けたいと思いますね。ちょっと私もインスタでちょっとね見たあれなので本当にできるかわからないんですけど、ちょっとやってみたいなと思って、まずはねこのちょっとかわいい100均で売ってたこの子でちょっと試してみたいと思います。まあガムテープでも養生テープでも何でもいいと思うんですけど、あもう全然ないな、あ貼ります。割れ、あ全然映ってなかった。養生テープを貼ってこっち側にも貼ってでもいいですって書いてあったんですけど、ちょっともう残りが全然ないのでこれ1個しかできないかも今日は。ちょっとこんな感じで貼ります。それでただここを叩く、これねちょっとドライもっとねいいものが工具があるかもしれないんですけど、私はIKEA のドライバーセットの中のこのただのなんていうの、でも切りとかだとちょっと頼りないのかなと思って、何でやったらいいかわかんないんですけど、これでちょっと試してみます。これをこのトンカチで金槌なんて言うんだろう、でいいのかな、本当にちょっとやってみますね。震えちゃうね。少しずつ、大丈夫これ、下がねほらこっちが割れちゃったら困るので、下はなんかタオルとかてもらうといいと思います。これ、ね、一気に強くやるとバリーンって割れちゃうだろうし、あ難しい、この加減全然穴開かないよ。あちょっとやっぱりなんかやっぱこれじゃダメなのかな、キリみたいなやつの方がいいのかな。これ怖い、揺れるよね画面が、ごめん怖いな、バリンって、そうダメかなでかいんだけど、これキャンドゥで買ってたんだ前、これに試しにちょっと買ってみようと思って、これの方がとんがってるからいいかも、いけるかな、あ音が全然違う、ついてる？あれ？どうでしょう？なんか、ね、傷すらついてない感じ。全然なんだけど。本当に？もうむしろさ見て、こっちがさ、こっちがダメにやられてる、この子強すぎ、嘘、じゃあもうこっちでやってみるか、なんなら確かにねこれしっかりしてるよね、100均だけど、もっと薄っぺらいマグとかでやってんのかな、みんな、よし頑張るぞ、バリンって言っちゃったらどうしよう。
やっぱ動いちゃうな。ギュッと力入れるとこの方がいいんだね。動いちゃうな。ダメだよね、ここだってもうとんがってないんだもんな。やっぱそれ用の何かをこう買ってこないとダメなのかな。ドリル的な。あ、こっちは削った。いや、こっちは削れてる。表面がいけるかも。これを100均で買ってきました。そしたらね、なんとね、またまた多肉が入ってました。すごいですね。もうお店のすぐそばに全量があるんですけど、ここはね、ほんと毎週ぐらいの勢いで入ってるんじゃないかなっていうぐらい入ってますね、多肉が。これならいけるんじゃないかなっていう。ちょっとね、これもうね、割れちゃったからね、植物をあの水に挿したりしててしたので、汚れがね、落ちないの。まあ、いいかな。どうせ用途は同じなので。でもこれ穴が開いてなきゃダメだよね、やっぱり。これはさ、大きすぎるよね。動いちゃうな。バキーンって割れちゃう可能性もあるしね。そんなに簡単じゃなかったか。インスタで読んだら、お、そんな簡単にできるんだって感じだったんだけど、物にもこれ丈夫だからかな。丈夫な割には割れちゃったんだけどさ。あ、開いた開いた開いた。ちょっと斜めにしたの今。あれ映ってるよね今ね。ちょっとこういう風にね、こういう風に、いや、開いた開いた。嬉しい。やっぱこれの方がいいんだ。お、ほら入った嬉しい。入ったじゃないよね。すごい。あ、このぐらい入れば、わ、嬉しい。入っちゃった。すごい。あ、やっぱりね、ほら、めっちゃ落ちてる。こうやって落ちちゃうんだね。これがこれで割れちゃう場合もあるってことだね、広くね。嬉しいよ。こうやって回したり、回んないね。あー、嬉しい。でもこれに多肉入れられるじゃん。あとね、2つあるんですよ。かけちゃったり、ここの取っ手がポコって取れちゃって、今接着剤で止まってる。もうずっと前に止めたんですけど、なんとかが。あと、それはね、同じデザインで、しかもユニカットって言って、ちょっとね、デザイン残っていて、ちょっと高めのやつなんです。これは普通のなんですけど。いや、嬉しい。これに寄せ植えをしたいと思います。嬉しいな。こんな感じ。 そうか、そのために飛び散らないようにこっちの内側にやっとくのが方がいいかもしれないですね、上よりも。でもこれの方がやっぱりいいのかも。あんまり当たって開いてなかったけど、ちょっとね、斜めに入れたんだよね、今私。はまった。開いてるのかな、これ。もしかしてテープで。そんなことない。だいぶ、ほら、あ、嘘、見えてたよね。だいぶほぼ開いてる。あ、剥がれてる剥がれてる、周りが。ってことはもう開いてんのかな。
あ、燃えてんのかも。ね、これがあるから、これを剥がしてみたらいいのかな。はあ、開いてた開いてた。これがあるから分かんなかったんだ。ズボって言った時に開いてたのかも。ね、こういう風にはなっちゃいますね。これはしょうがない。ね、だからこの切り口を気をつけましょうって感じですね。あ、パンチだと、あ、嫌だと開くんだね。よし、開きました。ポンチの方がいいです。こういう意味なしでした。このキリはね、潰してしまいました。先端キリはダメだね。叩いてやるものじゃないから、押してね開けるものだからキリはダメですね。これがお気に入りの、これね実は2つ、ここがね取っ手が、見てください、わかります？亀裂が入ってるの。こことここでもう、なんだろう、2つに割れちゃったんですよね。これ気に入ってたので、どうしても諦めきれなくて、もう一回買い直したんです。したらまたやってしまって、これのねお皿はあるんですけど、よく今も使ってるんですけど、でお揃いで買ってたから、どうしてもせっかくならお皿とお揃いのマグがあった方がいいなと思って買ったんですけど、そういうのに限って落としちゃったりとか割れちゃったりするんですよね。っていうことで、これを多肉の鉢にしたいと思います。ちょっと時間かかりました。わかりました私。これね散々叩いてるので、ここが丸まってきてるんです。当たり前ですけど、これもともとこういう陶器用ではないので、革とかビニールとかね、厚紙とかゴムとかそういうものを開ける穴開けするものなので、そりゃこれでトントンやってたら丸まりますよね。だから最初の2つ3つよりもすっごい時間かかりました。15分もかかりました。15分だけど、結構ひたすら15分トントン叩いてるのって結構長いです。いやー疲れました。なんか多分これじゃない何かもっといいものがあるんだろうなとは思いますけど、でも飽きました。よし、これに可愛い寄せ植えをしたいと思います。ほらこれね、できました。もう普及しばかりの安い苗ばかりですけど、ちょうど高級苗はいません。日本だから考えられるなんか、ね、そうですかね。南米の方行ったらポタリーとかあんまり見ないだろうから。あ、それはそうかもしれないね。ちょうどいい具合に集まる日本だから、かけたおかげでこういうことができました。あとね、これがもう一個あるんだよ。かけたところどこ？ほら、ここはこれ、そうだよ、うん、このかけたところにちょっとこの谷子の垂れ下がるのがこういう風に、そう、垂らすとね、そうだね、垂らす系をねかかると、はい、アドバイスいただきました。ごまかしましたみたいな、はい、でこれは取っ手が取れちゃったやつ ね、こっちはね、はい、でこれは100均の、これ一回ね、今ねエナにひっくり返されてやり直しました。いい感じ、うん、これも100均なんだよ、この苗。ああそう、ルエラとメラコ、ちっちゃいの、ね、100均苗。いい感じ、はい、できました。出かける